はい、画面の共有第12章セシル・ヘルマーの医療人類学から取ってきた解説でございます。移住、グローバリゼーション、それから健康という、まあ、この三大話について考えたいと思います。まず最初に、まあ、取り上げるべき課題というのは、グローバリゼーションですね。グローバリゼーション、最初グローバリゼーションの研究というのは経済のグローバリゼーションですよね。それからまあ、経済に乗っかってということだと思うんですけれども、まあ、コミュニケーションとか情報通信ですね、そちらのグローバリゼーション、まあ、こういう形で、まあ、世界が非常にこう小さくなっていく、情報論的にですね。それからアルジュアアパデュライン の議論ですけれども、コンプレッションというですね、タイムスペースコンプレッションというんですか、時間と空間みたいなものがずっとギュッと圧縮されていく。この飛行機の発達によるその遠距離を、まあ、比較的以前に比べると比較的短時間で結ぶようなネットワークの成立ですよね。それからそういうのがこう、まあ、なんかねじれの状態にあるというのが現行のコロナウイルスの蔓延における人の移動の制限と、それからその情報通信が以前のまま同じように、あるいはさらにどんどんその地球の裏側で そのコロナに関する流行の情報が入ってくると。でそういうものに対してそのさまざまな行動制限とか、あるいは政策っていうふうなものがあって、それがさらにメディアを通して我々のところにやってくるっていうことですよね。でグローバリゼーションっていう、まあ、グローカルっていう考え方ですよ。グローバルとローカルをまあちゃんぽんした考え方ですね。まあ混ぜこぜにした考え方ですけれども、よくね Think globally, act locally とかね、そういう表現がありますよね。この場合は要するに、考え方は地球レベルで考えましょうと。だけど実際の実践というのは現場でね、ローカルにこうね対処していきましょうという、そういう考え方がありますけれども、まあそういうものをグローバルとローカルをこう、まあぶつけた時に出てくるような複眼的な視点ですよね。それをグローカリゼーションというふうに呼んでおります。で、そういうものの文脈の中で移住とか移動っていうふうなものが出ます。でこれは、以前ここにもリンクが貼ってありますけれども、移民移動の人類学研究ガイドっていうふうなことで、そのまあ移動があるかないかという横軸と、それから、その移動とか、あるいは定住っていうか、まあまあ移動しないというふうな、ことの、まあその自発的にね、移動するのか、あるいは自発性がないというのは、これ、まあ、移動しないということなんですけれども、留め置かれることも、移動がないということですので、まあ、それは自発的なのか、それとも強制的なのかと、この自発性のマイナスの部分というのは、まあ、強制的っていうふうに言えないこともないですよね。で、まあ、この軸で考えると、いろんな、なんか、まあ、住民、あるいは移動民、あるいは元移動民っていうふうなものが、まあ、位置づけられるということで、この観光移民の人類学研究ガイドを具体的にはね、ご参照ください。さあ、それで、人の移住について話を進めていきます。移住ですよね。移民とか移住っていうのはやっぱりこのグローバリゼーションにおいては非常に大きな社会課題です。まあ、今日コロナにおいてある部分で言えば、その従来型の移動とか移住っていうふうなものが、まあ、制限されているわけですけれども、以前の要するに移動とか移民の状態が現在制限されたときにどういうふうな現状にあるのかっていう、まあ、そういうことの見極めっていうのもまあ非常に重要になるかなと思います。
あと移民の中には要するに別に移動するつもりなかったんだけれども、いろんな迫害を受けて移民をせざるな移民をせ移住をせざるを得なくなった人たちがいます。これをリフジー、難民というふうに呼んでいます。男性の、ね、移住、これは労働に関するようなことが多いですね。女性の移住っていうのは、女性のワーカードメスティックワーカーって書いてありますけれども、家庭内労働ですね。メイドさんとかそういうね、掃除の方とかそういう女性の移動っていうのもあります。それから子どもの移動、まあ、これは、児童労働っていう、まあ、そういう問題っていうふうなものも、あります。強制的に移動されるっていうのがあるし、あとまあこれ女性とかとりわけ子どもですけれども、セックススレーブっていう、まあ、性的な奴隷ですよね。こういうその移民現象とか移動現象に関する非常にこう、まあ、ネガティブな面に関してもうきちっと冷静なですね、その観察眼っていうのがまあ非常にまあ必要になる。あと医療事例学を勉強する場合には、まあ、医療専門職の移動っていうふうなことで、例えばそのフィリピンでね、医師免許を持っている人がアメリカ合衆国に移民して、それでまあまあペイがいいというふうなものがあったり、あるいはその専門職のその免許がどれだけまあ評価されるのかっていうふうなことで、その出身国では医師免許を持っている人がその移民先の先進国ではですね、看護師になるとか、こういうその地位の移動っていうふうな、そういうものがあります。で、この地位の移動っていうのは、ある部分で言えば、途上国と先進国の医療者の、まあ、ディスパリティですよね。不均等配分に対しても影響を与えるし、それから、せっかく国内で医療者をね、育てたにもかかわらず、その医師はですね、より給料のいいところの看護師の資格になるということで、非常にこれは経済的にも効率が悪いし、それからベネフィット、ね、当該国、医者を育てた人たちの国に対して、ちゃんとその社会的貢献というふうなものがなされないということで、これは非常にまあ問題になるということですね。それからまあ物の移動というところで、このあたりのところっていうのは、さすがセシル・ヘルマンだなというので、この2-2-5の臓器の移動っていうのがありますけれども、これもまあ臓器移植にまつわる、あるいは、全世界的にね、本当はフォーマルには禁止されてるんだけれども、悲しいことに現実問題として生じるような、臓器の移動ってこれも実際あります。それから、血液も臓器ですので、輸血用の血液が国を越えてやってくるということもあります。それから、移住の利点の後に移動の健康リスクですね。これも実は非常に重要で、ストレスね、だって従来自分が生まれたところから離れて違うところで生活をすると、それからそこで働かなきゃいけないとか、あるいは、気候とか風土が慣れない、そういう人たちの健康の問題とか、まあまあまあ、ここで4-1-3のところで挙げてますけれども、メンタルヘルスであるとか、これは5のところでも非常に強調されてますよね。さまざまなそういうその伝統的な療法も含めて、病気になった時にね、どういうその治療戦略を行うのか、あるいはどういうふうに、予防に気をつけているのかというと、ここで予防戦略ということで9つの項目が掲げて、あります、というわけで、以上、移民と移動ですね、について解説を行っていきました。
私は大阪大学の工デザインセンターの教員の池田です。ご清聴どうもありがとうございました。また次のセクションでお会いしましょう。さよなら。